毎週水曜のこの時間は、ショーンテイ・ショーノさんによります、TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに。おはようございます。風水師のショーンテイ・ショーノでございます。今年2017年は、暦で日のとの取り年なんですが、その日のとや、 鳥がどういう人にどういう影響を与えるか、それをお話ししようと思っています。特に今日はあ恋愛運、旅行運、そういったお話をさせていただきたいと思っています。ある年に生まれた人にとっての鳥年は、十日、桃の花と書いて十日を表します。猿年、ネズミ年、タツ年に生まれた人にとっては、 異性との交際を発展させる多くのチャンスがあります。えー、イノシシ年とウサギ年に生まれた人はきっと多くの旅行や移動などがさらに多くなる年になるでしょう。あそこに行きたかった、旅行に行きたかった、これが実現する年かもしれません。えー、または家を買って引っ越しをするとかですね。そういうことが起こるのかもしれません。そして、 末尾がですね、6と7。えー、例えば1956年だとか、57年、66年、67年などに生まれた人ですよね。にとって、鳥年はすごくいい年です。なんか悪いこと、困ったことが起こっても、必ず助けが入るでしょうと。助ける人が周りにいるとか、助ける出来事が起こるとか、そういう年になるのではないでしょうか。とてもいい年です。 えー、それとですね、鳥年は日のとと土のとの年に生まれた人にとって、この頭のいい文章ですね。これを持っている年になります。えー、要は2017年は赤ちゃんの誕生年にすごくいいんですね。この年に生まれた赤ちゃんは、自動的にさっきの基人、 えー、そして文章ものすごく頭がいい学問的な達成をする、えー、そういった組み合わせをもう最初から生まれ持って生まれてくると人からの強いサポートを受け知的で学習熱心な性質を持つもしかしたらノーベル賞を取るるようなな子になるかもしれません来週は「日野と鳥年の風水」どうもありがとうございました小音亭野さんでした。 ドラゴンゴット、お問い合わせは3 1 0 7 8 7 1 8 9 1まで。